ロルフ・ヨハン・シュトメレンは、ドイツジーゲン出身のレーシングドライバー。ストメレンとも表記される。なお、第1レース界では希少なメガネ着用者としても知られている。1964年からレース活動を開始。1967年のタルガ・フローリオで、ポール・ホーキンスと組んで、ポルシェ910-8で優勝。翌1968年は、デートナ24時間レースで優勝、ルマン24時間レースで、ポールポジションを獲得する。なお、K1本格参戦前年の1969年には、ロータスの F2 マシンで、ドイツ GP に出走している。1976年ドイツグランプリで、ブラバム BT45 カルシュトメレン。1970年、ドイツの雑誌、オートモーター&スポーツの支援を受けてブラバムから、K1フル参戦。オーストリア GP で3位になるなど10ポイントを獲得して、選手権11位になる。翌1971年はサーティースへ移籍。ノンタイトルレースのアルゼンチン GP で、ポールポジションを記録。しかし、選手権では5位と6位が1回ずつと低迷する。1972年にエーフェランドキャラバンズでルイジ・コラーニがマーチ721をベースにデザインしたエーフェランド21をドライブするがポイントを獲得することはできなかった。その後、1973年1974年はそれぞれブラバム、グラハム・ヒル率いるローラから後半戦のみの出走に止まる。1975年は前年に引き続きローラ、ヒルから参戦。モンジュイックサーキットで行われたスペイン GP で首位走行中に突然操縦していたヒル GH1 のリアウィングがウィングステーの破損により脱落。コントロールを失って観客席に飛び込み観客4人が死亡、シュトメレン自身も重傷を負う。1978年に癌で入院したグンナー・ニルソンの代役として、南アフリカ GP より新チームのアローズに加入。しかし、リカルド・パトレーゼの後陣を排することが多く、ナリコの年を最後に、K1から身を引く。ポルシェ935をドライブする、シュトメレン1970年から1974年まで、アルファロメオから世界メーカー選手権に参戦する。1976年以降は、ポルシェのスポーツカーで活躍。1977年のドイツツーリングカー選手権チャンピオン。1978.1980982年のデートナ24時間で優勝した。1979年のルマンでは、ポール・ニューマンと組んで2位を獲得する。1983年4月24日、カリフォルニア州。リバーサイドで行われたイムッサキャメル GT レースで走行中にモンジュイックの惨劇を再現するかのようにポルシェ935のリアウィングがリアカウルごと脱落。コントロールを失ったマシンはバリアに激突した衝撃で横転しドライバーが登場する右側面を大破。搬送先の病院で死亡した。39歳没。ありがとうございます。